待ちくたびれたわ。皆さんこんにちは。だいぶ久しぶりですね。加納ミトと申します。今日からナルトキャラの体壁分析をやっていこうと思います。体壁って何って方や、詳しい説明を知りたい方は概要欄をチェックしてみてください。記念すべき最初のキャラはライカゲです。では早速参りましょう。体壁は5つの型があり、もちろんその人を表す代表的な体壁はあるのですが、腰椎が5つある以上、薄くともその要素は皆持っています。今回のシリーズではナルトのキャラクターたちの体壁が5つの型の中で各要素がどれくらい濃いかを数値化して見ていきます。ってことで、まず上下型ですね。上下型の特徴は考え、動かないことです。ライカゲが動かないことってあるんか。この点では上下要素は薄いですね。しかし上下型は上にエネルギーが集まるため身長が高い傾向にあり、ライカゲが動かずに忍び連合軍の指揮を取っている時などは上下的な論理的思考力がうかがえます。ものすごく濃いとは言えませんが、少なからず要素は含まれていると考えられるので、上下型は星2つとしました。続いて左右型。左右型の特徴といえば雰囲気の柔らかさですよね。皆無。感情に価値観を置き、笑っては泣きという感情表現が豊かな3種という体壁もありますが、感情的とはいえどライカゲは喜怒哀楽の怒への消化が多すぎます。笑ってるとこう想像つかなくないですか。てなわけで限りなく薄いという意味合いで左右型は星1つということにしました。はい、ねじれてますよね。もはや分かりやすすぎて初回のキャラに選出したまであります。ライカゲは7種体壁を代表とするキャラクターです。ねじれ型というのは前後型とともに行動型と呼ばれています。特に7種はそれが手が出ちゃうという行動に現れ、まあライカゲみたいにエネルギーが高まると壁をぶっ壊したりするわけですね。あとこの笑顔の似合わなさがねじれっぽいです。常にねじれてるため怒ってる顔が似合いますね。そんなこんなでねじれ型は星5つです。忍び世界や日本の武術というのは基本的に開閉的な動きです。その点で忍びには開閉の要素が少なからずあるという前提で開閉型の説明は聞いていただければなと思います。ですがライカゲ、開閉型というのは職人の世界で、その繊細さこそが彼らの強みです。ライカゲはパワーですよね。まあそっちに特化してて影になってるくらいなのでそれもそれでいいんですが、あまり開閉の要素が見受けられないので今回は星1つということにさせていただきました。最後に前後型。前後型5種の体の形といえば逆三角形なんですよね。ムキムキなライカゲはもちろんその5種要素が強いです。行動型2つが揃ってたらそれはずっと動いてるわけだな。ちなみにライカゲはライトンチャクラでめちゃくちゃ速くなりますが、前後型って本当に速いんですよね。前後型は動けば動くほど頭が働きますが、アニメかなんかでライカゲが歩きながら考え事をしている描写を見た気がします。あれは実に5種的な行動です。てなわけで前後型は星4つにいたしました。ということで最後にまとめていきます。ナルト×体壁シリーズ初回のキャラクターはライカゲでした。雲隠れの機関棒と呼ばれるだけの7種的な感受性して、まさに筋骨隆々な体とスピードを兼ね備えた5種の肉体。各方のまとめはこんな感じですね。非常に分かりやすいキャラクターだったので皆さんも予想はついたのではないでしょうか。こんな感じで今後もナルティメット3に出たキャラを中心に体壁分析動画を上げていこうと思います。
何か気になることやご意見があればどしどしコメントしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。